です。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんとかラスだけは引かないようにと思ってたんですけど、なんかあんなに抜けられて、もう攻めなきゃラスだと思って、トイトイでゴーして、やめました。そしたら8000直撃。つらいね。最後もちょっとチートイドラドラ見えちゃったから。まあそうですね。パワーは上がると思えないしね。こんなパワーは許してもらおうと思ったら、堀さんのおかげでなんとかチームは生きてるんで、はい、俺が言っときゃよかった。いや1個でも本当に致命的なミス1個あったから。あった。うん、3は打たなかったやつ。いや、ローピン切らなかったやつ、K 点で1166だから、もうローピン絶対通る範囲だったから。一応シャンポンがかすかにある。いやいや、チーピン先に切ってんのよ。最初シャンポンなんてあるわけないじゃん。うん、リーチ前に切ってるから、うん、復活しやすさで、復活しやすさっていうか、ウッパーピンでいったらもうEピンでも無数字持ってきてもアンパイ取り切れる形になるから。ウッパーピンがね、そうだね、そう、さすがにあれはミス、さすがに明確に、うん、通るからいいかと思ったんだけど。いやでもさすがに、うんね、うん、綺麗に結果もう数枚引いてウッパーピン引いてって結果も痛い。まあ、でもウッパピー先でも結局同じようにテンパイ取り切れてなかったから、うん、まああれは唯一の反省点。スーピン4見え、チーピン4見えで、どうせウッパピー見えるからこの瞬間本当にかすかな保重率を追わなくていいかと思っちゃったんだよね。いや、保重率ってだってローピンが当たることなんてないじゃん、アンパイなんだから。わかんないじゃん、一応。いや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 、それは言い訳が過ぎる、さすがに。そう思っちゃったよ、ちょっとね。うん、確かにウッパピーね、C とかあったから。いや、まだ缶ローピンあるんだったらともかく缶ローピンもないんだからさ、さすがに。ね、あれはね、うん、マジであれテンパイ同点 ね, ねやられ、うん、まあ、結果的にはラストだったかもしれないけど、うん、うん、確かにね、まあ、唯一のミスかなっていう感じがしました。っていう感じがしました。いや、ミスはあれだよ、イエスイエスと言って違う、めちゃくちゃ応援してたとかよ、もうむしろ、まあ応援はしてたけど、うん、今までイエスなんて言ったことなかったのに、急にツモ番ごとにイエスって言い始めたの。4山の神山ピンのリーチ赤1、あれ4山、4山だったから、もうめちゃくちゃ気合い入れて一発目から、うん、イエスってずっと言ってたんですよ。で、6球はもうありそうで、6球は3山、